はい、じゃあね、設置完了したので見ていきましょう。はい、このように木の根元にペットボトルで取り付けて、ここに幼虫たちを入れるというわけですね。で、ここ蓋を取ってあるんで、雨が降っても水が抜けるようになっているというわけですね。はい、で、このように入れたら、あ、もう動き出してますね。超、こんにちは。大紫の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎です。はい、今日もね、元気にワクワクドキドキ蝶々の話をさせること思うんですけど、はい、ということでここにいますね。ここは大紫ハウスです。そうです、今日やっていくのはでん大紫飼育作業です。はい、ということでこれまでいろんな動画出てきたと思います。北海道行ったり石垣島行ったり、ヒラパーの準備をしたり、超超忙しい時を過ごしていたんです。その間大紫はずっと寝てたんですけど、いよいよやってきました、この時が。さあさあさあ、早く見ていきましょう。大紫の現状へレッツチョー。はい、ということで大紫なんですけど、あー、そうだそうだ、これを初めて見たっていう方もおられるかもしれないですね。ここは大紫を育ててるハウスなんですけど、見てください、こちらなんかぶら下がってますね、なんかぶら下がってますね。そうです、これは去年に羽化した大紫のさなぎの抜け殻です。じゃーん、全部です。いっぱい大紫育てました。去年は2500頭、今日は今年はちょっと少なくなると思いますけど、どうなるかな。はい、ということで大紫見ていきましょう。大紫の現状と言いますと、大紫という蝶々はこれがね、えのきという木で、この木の葉っぱを食べて育ちます。で、冬になるとこう下に降りてきて、この木の根元で、あー、いましたね、このように幼虫で冬を過ごす蝶々です。あー、もう緑になってましたね。背中の時はこのちょっとね、かっこいいこの緑っぽくなってんのがね、もう起きるよっていう印であります。はい、そうです、起きたらどうなるかと言いますと、まだね、あのこの辺にも言いますけどね、この木を登っていきます。ゾロ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 と登っていきます。そしてこの木の根も枝につくんですけど、それがなんと、もうここの木はアップしますよ。はい、じゃーん、はい、この子です。もう登ってます。この子、大紫の幼虫です。ここの幼虫、ここも幼虫、ここも幼虫、ここも幼虫、みんな枝の股についてます。そうなんです、この枝の股に幼虫は陣取って葉っぱを食べては戻り、食べては戻りっていうのをするんですけど、いっぱい登ってますね。そうなんです、僕ね、ここね、一応数えたんですけど、それでも数え漏れと言って、ここね、木の根元で幼虫は冬過ごすんですけど、結構離れたところでも過ごします。そういう子たちが、よっしゃ春だぜベイベーって登ってきてるということなんですよ。しかもまだ寝てる子もいるんですよね。これが大紫、こっからだからね、忙しくなってくるんです。あー、でも、あー、いました。見てください見てください、ここにいますね、ここ。ほら見てください、ここにもいます。これまさに大紫のムー君の絵本。皆さん、大紫の絵本ムー君見てほしいんですよ。これですよ、まさに大紫の絵本は、始まりはムー君の絵本、ごめんなさい興奮しました、絵本始まりはと言いますと、春の風に吹き飛ばされて、そこから自分の木を探す旅に出る大紫のムー君の物語、まさにそうです、こういうことなんです。あ、もう一匹いました、僕が見つけました、ここです。顔覗いてますね、これきっといますよ。ほら、めくったら、ほら、いた、ほら、いた、ムー君いた、ムー君いました。このように、大村さん、これちょっと食べた後じゃない、これ。これ食べた後っぽいな。はい、この辺。そこなんです。大紫っていうのは、このように、遠くに行ってしまったら、自分のえのきを探そうと思って、上へ上へと登っていくんですよね。だから、ここじゃなかったってことで、きっとまたこれ降りていって、こう探していくんです。まさに、多田聡さんが書かれた絵本が、本当に忠実かということがわかりますよね。これがリアルです。あの絵本は、リアルを描いているんですよね。そして、いろんな物語でね、いろんな蝶々と出会いながら、ガーや蝶々仲間と出会いながら、そしてこの木にたどり着いて登っていくっていう、あの物語なんです。これ、リアル。大紫のムー君です。ぜひ概要欄に貼っておくんで、ムー君の絵本読んでほしいなと思います。ということで、ムー君のお話ちょっと長くなっちゃいましたけど、僕はこの子を、だから助けてあげます。はい、僕はこの子の育ての親なんで、こういう風に根元で頑張って登りなさいよっていうするか、これから回収して集めて、葉っぱいっぱいのところに移すっていう作業をします。おお大紫のムー君、再現、もう一個出てきました。絵本、大紫のムー君になりました。このようにムー君が出会って、このツンツンってさ、あ、ごめん、怒った。こう触って、これってなんか、トゲトゲって危なくないのって、危なくないよ、僕っていう風な描写があるんです。まさにそうなんです。
あ、ごめん残ってるね。ひなたぼこしてたんから、まさに絵本大紫のムー君になりました。いや、そうなんです。去年ここに実験的に入れてあったんです。あれスミレの葉っぱがいっぱいここあったんで、実験的にメスを入れたら卵産んでくれたんですね。越冬してくれたんですね。よかったね、よかったね。頑張れ。よくそうです。これトゲトゲがあってなんか危なそうに見えるけど、ふわふわふわして全然危なくないです。あんまり触ったらかわいそうだからね。はい、そうなんです。いやー、奇跡が起きました。お、あー、こっちにもいました。リアルムー君いました。探し回ってます。リアルです。これがリアルです。絵本通りです。多田さんすごい。多田さんの絵本がいかにリアルかっていうのが分かる描写になっております。はい、ということでこのリアルのこの大紫たちを集めて、葉っぱがいっぱいある木へこれから移してあげようと思います。ということで、実はね、あの後バタバタしてしまって日にちが変わってしまったんですけど、やっていきましょう。集めた幼虫たちを入れるのはじゃーん、こちらです。網掛けしたえのき、大紫が食べるえのきの葉っぱがこれからいっぱい育つ木です。この中に幼虫たちを入れていこうと思います。ではその様子をご覧ください。はい、ということでこのえのきの木の根元に大紫を置いていきましょう。はい、でですよ、これね、網かかってるんですよね。この網、網をこの根元でギューッと縛ってるんで、ここに直接ね、この幼虫たちを直接置いてしまうと風でバラバラになってしまうんで、あるものを使います。はい、今回使うものはボトル、このペットボトルを使ってやっていこうと思います。はい、これがね、超便利なんですよ。はい、なので今回使うのはペットボトルと紐と、そしてカッターナイフ、この3つでもうバッチリです。で、幼虫を集めました。ここに100匹入ってます。100頭入ってます。これを設置していくんですけど、重要なポイントはいろいろあります。まずは雨です。これから雨も降ります。で、設置した入れ物に雨がいっぱい溜まっちゃうと幼虫たちは溺れてしまいます。なので水が抜けていく必要があります。で、ペットボトルって蓋あるじゃない。これを外して魚様に置くんですね。そしてここをね、どうするかというと、これです。このカッターナイフでギコギコ、もうこうやって、あー、網邪魔しないで。網邪魔しないで。このように切り裂くと。はい、もう切り裂きました。こんな風に出ました。もうこれだけです。そしてこれを紐で結んでいくんで、ここにちょっとこう切り目を入れると、2箇所こう切り目を入れる。もうこれだけです。はい、で切り目を入れたところにこの紐を突っ込みますと。で、こっちから返してもらいます。こっちから紐を出すと、よいしょ。はい、このように出るとね、このように紐が出てきますね。これでここにくっつけます。ここにくっつけます。だからこのようにして、でペットボトルありますね、これをこのようにしてくくるわけです。はい、ちょっと紐を切って、はい、このようにしてこの木にくっつけます。で、ポイントはこのようにくっつけるんですけど、このね、この中に幼虫を置いていきます。で、幼虫がここから登っていくんで、このペットボトルの面にこれをね、接するように置くのがポイントです。はい、ちょっとくぐっていきましょう。はい、できました。このようにここに接するようにすると。で、ここにね、ちょっとね、接しなかったなと思ったら、こういうね、落ち葉をこうやって挟んでおいてあげるといいですね。こうそれに伝って登っていくんで、こういうのもちょっと挟んだりすると、枝とかなんかいろんなものをこういう風に挟んでおくと、それでいいと思います。はい、で、幼虫たちです。はい、さっきね、見てもらった幼虫、昨日ですね、もう僕からしたら、はい、この幼虫たちをここに入れていきます。頑張れよーと。はい、頑張るんだぞー。集めた幼虫を入れていくと。はい、頑張りなさい。はい、全部入れ。全部入ったかな。はい、全部入ったかな。あと一匹いた。あと一匹いた。一匹いた。ムー君いた。ムー君いました。ムー君いました。ムー君、はい。はい、入ってもらうと。はい、このように設置すると。で、ここね、ここに接してなかったらぐるぐる回って、ずーっと永遠にも、本当にね、巡っちゃうんで、それがね、重要です。
やっぱりそれがないようにここに枯れ葉などを詰めて、風で飛ばないようにね、しっかりこの辺に入れて渡っていけるようにしてあげるっていうのがポイントですね。はい、渡れるかな、これで。どうかな、頑張るんだぞ。はい、これでいけるでしょう。はい、はい、これで完成です。これで完成なんですけど、この木には200入れれます。で、枝がね、こことこことここと3つあるんですね。で、こっちの置いちゃうと全部こっちに登ってしまうんで、もう1箇所こっちにも同じようにペットボトルつけたら完成です。じゃあね、取り付けするんで、そして完成の様子を見ていただくんで、そちらの様子をご覧ください。はい、じゃあね、設置完了したんで見ていきましょう。はい、このように木の根元にペットボトルで取り付けて、ここに幼虫たちを入れるというわけですね。で、ここ蓋を取ってあるんで、雨が降っても水が抜けるようになっているというわけですね。はい、でこのように入れたら、あ、もう動き出してますね、この子動いてますね。このようにここを伝って登っていくというわけです。はい、でこっちの木だけに全部が登ってしまうんで、こっちの木枝があるんで、こっちにも登りが、あ、もうみんな動いてますね、登っていってますね。はい、ここにもペットボトルをつけると、ここもちゃんと水抜いてます、抜けるようになってます。はい、このように設置することで、オウムサチたちはここから随時登っていって、そしてこの網の中で天敵から一生懸命身を守って生きて成長していくというわけです。はい、そのお手伝いを僕はしている、僕は大紫飼育家なんで、それをお手伝いしているというわけです。はい、ここの木はね、もう早いんでね、だいぶほら芽も動き始めてます。はい、動き始めてますね。いい感じです、いい感じのタイミングで入れたなと思います。はい、ということで、でもね、飼育はね、入れておしまいじゃないんです。この後いろんな作業があるんで、それをしながらこの子たちを見守って、これからもね、頑張っていっぱい今年も育って、そして平方パークめっちゃ昆虫展で現在展示中ですので、平方パークめっちゃ昆虫展概要欄に貼っておくんで、そちらへも遊びに来ていただけたら、この子たちが大活躍してるんで、ぜひぜひお越しいただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、今回は大紫の幼虫のね、飼育作業でした。このようにペットボトルあるものを使ってでも簡単にこうやって木に登らす方法はできますよっていうことと、ちゃんとこれね、接しないとぐる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 回ってしまうんで、ちゃんと登れるようにすることと、水が抜けること、これがポイントで、あとはどんな道具でもいいです。100均のね、あのカゴでも何でもいいです。いろんなものを使って工夫して、この飼育作業を楽しんで、皆さん大紫、他にも蝶々も飼育を、試行錯誤楽しんでやっていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、ではまた次回の蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら蝶なら蝶なら頑張って育つんだよ、ムー君たち。はい、ということで、おまけ動画です。おまけ動画は、なんといっても今回感動したこちら、ツマグロヒョウモンという蝶々の幼虫と大紫が出会ったことです。いや、これが絵本大紫のムー君で描かれているんですよ。ぜひぜひ大紫のムー君見てほしいんですけど、大紫のムー君とは越冬、冬でね、冬を越冬幼虫で、幼虫で過ごす幼虫の大紫がどんどん春に向けて一生懸命冒険をしながら成長していくことを描かれているんですよね。そしてこのね、ツマグロヒョウモンと出会うシーンがあるんです。そうなんです、もちろんこちらあるんですよ。で、それを多田聡さん、僕ね、もうお友達って言ったら失礼だな、もうね、あの連絡させていただいても知り合いになれたんで、こんなシーン本当にリアルにありましたよってお送りしたところ、なんと多田聡さんは、あの物語はイメージで書いたもので現実になるなんて感動ですというお言葉いただきました。いや、そうなんです、僕はもう完全にあれ全部本当にリアルである物語だと思うんで、びっくりしました。イメージだけだったんですけど、本当にあれ全て起こることなんですよ。枝っぽい側の尺画にね、ついてバーンって弾かれるの絶対ありますから、その一つ、今回はツマグロヒョウモンとね、ムー君が出会うっていうシーンを再現できたんで、本当に嬉しかったです。
いや絵本大村崎のムーくん本当に深い内容になってるんで、ぜひぜひこちら、ね、解説動画もありますし、絵本大村崎のムーくん、販売されてます。今でも販売されてます。そしてなんとこちらめっちゃ昆虫店で販売されてます。ぜひぜひめっちゃ昆虫店でも販売されてますし、ネットでも販売されてるんで概要欄に貼っとくんで、ぜひぜひ絵本大村崎のムーくんも合わせて見ていただいたら、今回の動画がどんだけすごかったか楽しかったかっていうのが見ていただけると思うんで、ぜひそちらも合わせて楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。じゃあということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあだなー。